今回紹介するのはミステリーランチのクーリー25リットルモデルです。このザックの一番の特徴としてはやっぱりミステリーランチの3ジップデザインが特徴としてあるんですけど、こういう風に全面的に開く作りにもできるし、上部のみ開けてそこから上のものだけを取り出すような使い方もできる、自由度がある作りですね。でこういうジッパーのところは雨の侵入がしやすい部分ではあるんですけど、ちゃんとそこは考えられていて、なんと止水ジッパーになっています。で止水ジッパーは雨の侵入を防ぎやすいっていうところもあるんですけど、同時にデメリットとしてジッパーを動かすときにちょっと硬かったりとか、そういうちょっとしたデメリットもあります。でフロント部分の収納なんですけど、左右に2箇所前面に収納スペースがあります、ね、でこっちがナイロン素材で、こっちが網目のないストレッチ素材になっています。このストレッチ素材もあんまり伸縮しないので強度の高いストレッチ素材になっています、ね、堅牢性と多少でも伸縮することによって拡張性も合わせた作りになっていると思います。サイドポケットなんですけど、フロントのこの部分と同じ素材で伸縮率の低い強度の高いストレッチ素材になっていて、下の部分はナイロンの素材になっている作りになっています。反対側も同じ作りのサイドポケットがついています。でこの生地は小型ザックなんですけど、330デニールロビックナイロンでできていて、大型ザックとかに採用される500デニールナイロンとかには届かないんですけど、小型ザックにしては強度のある生地でできているザックになります。その分このサイズ25リットルで 1.3 キロあるんで、堅牢性はあるけどその分重量が重くなっているっていう風なザックになっています。で背面なんですけど、これはミステリーランチで多く採用されている背面の作りになっていますね。大型ザックも小型ザックも、まあ、大きさが違うだけで形状は一緒で、背面長の調整が可能なモデルになっています。で背面長の調整なんですけど、ここに38センチから51センチまでの背面長の調整が可能っていうふうに記載してありますね。調整のやり方も知ってる方は多いと思うんですけど、一応とここ開いてもらって、中にプレートが入ってるんで、それをその奥の方のマジックテープでひっついてるところを剥がしていきます、まあ、引っ張ったり押したりして長さを調整してもらって、下まで押し込むのは結構大変なんですけど、さっきの背面をここより先まで突っ込めるので、ここで止まらず奥まで押し込んでもらえれば、一番上の方の38センチになると思うんですけど、そこまで調整が可能になっています。で引っ張り出していくと、ちょっと見えにくいんですけど、ここにマックスっていう風に、ここは限度ですよっていうちゃんと印があるので、まあ、安心してここまでは引き伸ばせるっていうことで調整してもらえればと思います。このプレートを元あった場所に収納してもらえれば、背面の調整はそこで終了になります。でショルダーハーネスは25リットルモデルにしてはすごく分厚くて柔らかい素材でできています。で逆にヒップベルトはすごく細くて割と固めに作られています。ですがこの腰に当たるパッドは割と分厚めに作られて結構しっかりしています。でヒップベルトにはヒップベルトポケットがついています。これは割と小さいんで、スマホなどを入れることは厳しいですね。でそのヒップベルトポケットが反対側にもついています。でこのクーリー25なんですけど、サイズ的に普段使いされる使い方をされる方もいると思うんですけど、この部分を押してもらうと取れるので、でこの腰パッドの奥にあるマジックテープを剥がしてもらって、ヒップベルトを外すことによって日常使いでも問題なく使えるようなザックになってます、ね、で雨蓋に当たる部分の背面側に一つ収納スペースがあります、ね、
このジッパーも止水ジッパーになっています。下がメッシュになった上部の収納スペースになっています。アルゲンボトル1リットルぐらいだと、まあ、割と楽に入る感じの収納スペースです。内部も見ていきたいと思います。でハイドレーションを止めるアタッチメントはトグル式で、両サイドにポンプを通す穴があって、ハイドレーションと内部を分ける仕切りもついています。で細かい機能でいうと、ストックなどを取り付けられる伸縮するアタッチメントが左右についていて、で下の部分は太めのループが左右についている感じです。でこのモデルレインカバーは付属していないので、別途購入しなければいけないザックになっています。それではミステリーランチの公式ホームページを見ながら、クーリー25の詳細を見ていきたいと思います。クーリー25の価格は税込み 24,200 円、カラーは4種類で、今回紹介したこの色とこの色で、この色と最後の黒の4種類になっています。で重量は動画内でも説明したんですけど、 1.3kg、 1300g ですね。で容量は25リットルになっています。今パッキング終わりました。だいたいあの荷物の量で、まあ、ほぼ上の方まで傘が来たっていう感じです。まだ若干ですが、荷物を入れることは可能になっています。で、使用してない部分としては、フロントの片方の収納スペースと、サイドポケットも片方は使用してない状態です。小型のザックでは入れにくいこの底部に滑り止めのついたこのボトルなんですけど、これもすんなり入ってくれて、すごく入れやすかったです。まあ背負い心地なんですけど、このミステリーランチなんで、まあ、まず間違いないですよね。ショルダーハーネスもソフトで柔軟性のある作りなんで、長時間背負っていてもここ肩が痛くなるような不安は一切ないですね。